ご視聴いただいている皆様、こんにちは。ベーカブチャンネルの内橋です。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日はですね、座学のお時間となっております。本日皆さんと学ぶ内容はですね、パンの歴史について学んでいきたいと思います。では早速本日もね、新しい知識を学んでですね、今後のね、日々の素敵な自家製パンライフに生かしていきましょうね。では本日も頑張っていきましょう。まず小麦がですね、栽培され始めたのは紀元前8000年から7000年頃っていうふうに言われています。そしてその場所は肥沃な三日月地帯っていうふうに言われているメソポタミア文明のね、発祥の地になるんです。現在の地図で表すと、トルコ、イラン、サウジアラビアのちょうど間ぐらいになりますね。そこがね、肥沃の三日月地帯っていうふうに呼ばれています。ですがその頃はですね、パンではなくてただ小麦に水を入れてお粥みたいにして食べていたらしいです。ですがその後、紀元前6000年頃にですね、初めてパンが生まれます。その食べ方は先ほどお伝えした小麦に水を入れたお粥みたいなものをですね、石の上でですね、焼いたんですって。で、薄くガレットみたいに、それがね、パンの始まりらしいです。ですがもちろんこの時はですね、発酵だったり酵母っていうのはまだないので、ただの無発酵パンになっております。そしてその後、紀元前3200年頃にですね、エジプトにそのパンが伝わってきます。そしてその頃にですね、初めて発酵パンっていうのが生まれます。どうして生まれたかというと、本当かどうかはね、わからないですけど、たまたまね、放置してたんですって、そのお粥を。で、そこにね、多分その天然の酵母菌がふーっと漂って入ったんでしょうね。で、それでね、膨れたんでしょうね。それで、うわ、これ膨れるやんって多分なったんでしょう。っていうところからね、発酵パンっていう歴史が始まります。そしてこれをね、現地の人が見た時にね、神様の贈り物やっていう風に思ったらしいです。でもそれぐらいね、すごいことやったんでしょうね。すごく驚いたと思います。本当に。それまでだってそういうものはなかったわけですもんね。うわって思ったんでしょうね。そしてここで少しね、うんちくになるんですけども、ツタンカーメンのね、お墓からもね、パンが見つかってるんですって。だからこの時代のですね、パンだったり小麦っていうのは富の象徴だったんだと思います。ですので実際給料だったり税金っていうのもパンで支払われてたらしいです。めっちゃ面白いですよね。パンで給料をもらって、そしてそのパンを税金として納める。やっぱり昔ってね、それぐらい食べ物っていうのがやっぱ大切だったんでしょうね。今はね、特に日本ってすごいそういうのには恵まれてるじゃないですか。ですがやっぱりその食べ物を確保するっていうのはやっぱり生きていく上でとても大切なことだと思いますし、この機会にね、やっぱりちょっとこうふと思い返して考えたり、自分のこう改めるっていう部分にもつながるのかもしれないですよね。そして次にですね、紀元前1200年頃にエジプトからギリシャにパンが伝わります。この時代にですね、パンっていうのは一気に進化します。パン職人が生まれたりですね、いろんな形、いろんな大きさのパンが作られるようになってきます。そしてその次に紀元前750年頃にですね、今度はローマ、イタリアですね、イタリアにパンが行きます。その段階でパンっていうのはもうかなり進化してます。ですがそこでもね、独自の進化を遂げます。そこで作られたのがフォカッチャだったりグリッシーニだと言われています。そしてその後イタリアからフランスにパンが移ります。ここでね、やっとフランスが出てくるんです。ですのでね、フランスがね、パンの発祥ではないんですよ。面白いですよね。普通パンって言えばフランスみたいなイメージあるじゃないですか。しかもこうフランスパンっていうぐらいの名前があるから、だからフランスがね、発祥だと思うじゃないですか。でもそういうことじゃないんですよ。はじめはね、メソポタミアっていうところで生まれて、どん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 移動してきて、最後ヨーロッパでも結構最後の方にフランスに伝わっていくんですね。そして少しですね、時代は進むんですけど、17世紀頃にフランスパン、向こうのフランス語で言えばですね、パントラディショネルっていうのが生まれるんですね。そこでパンっていうのは王家を極めますよね。そしてその後ですね、いろんなヨーロッパ圏、ドイツだったりを転々として最終的にポルトガルに来ます。そしてポルトガルから日本に移ってきます。その日本に移ってきた際にどういうふうにこう広がっていったかっていうのは次回の授業でお話ししていきたいと思います。ですので今回はですね、パンの発祥から日本に来るまでのお話をさせていただきました。次回は日本に来てからのお話をしていきたいと思います。こういった経緯でパンっていうのは生まれて、そして日本に伝わる状態になったんですね。面白いですよね。すごくこうわーっと長いルートをして最終的に日本に来る。本当にだから東洋に来たのはとても最後だったんでしょうね。本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございました。そして学んでいただきありがとうございました。この動画がよろしければグッドボタン、そしてね、チャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、もしよろしければ次回のね、製パンの講義をね、見ていただけますと幸いですし、とても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。じゃあね、バイバイ。
今で言えばトルコ、イラン、サウジアラビアのちょうど間ぐらい、県境ぐらい、県